県立九十九里自然公園九十九里浜。九十九里浜は、千葉県東部の小坂部岬から台東先までに及ぶ、太平洋沿岸に面する日本最大級の砂浜海岸。全域を千葉県立九十九里自然公園に指定されており、日本の白社1 0百選、日本の渚百選に選定されている。海岸線を指す場合は、九十九里海岸と呼ばれ、 オーストラリアのゴールドコーストと、類似した環境で行うビーチウォークに着目し、99里、コーストラインとも命名されている。三部市上空から見た、九十九里浜千葉県東部の大阪辺岬から、台東先までに及ぶ太平洋沿岸に面しており、全長 66km にも及ぶ砂浜である。北側から、旭市、創作市、横芝光町、三部市、 九十九里町、大網白里市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市の都市四,四町一村にまたがる。九十九里浜を中心にして円を描くと南西諸島を除く北海道から九州までがちょうど半円内に収まり、犬坊崎と共に日本列島を奥義に見立てたような位置にある。また、日本列島に沿って北上する黒潮がここを境に、 離れる箇所でもあり、黒潮文化の北限に位置している。だが、その一方九十九里平野中央を流れる、栗山川は、鮭の回帰の南限の川とされ、親潮の影響を受ける南端の地域でもある。お酒部三崎は、日本の朝日百選、日本の夕日百選、日本夜景遺産、日本の夜景百選、 関東の富士見百景に選定されており、九十九里浜前景や漁港町を見渡せる絶景スポットとなっている。古くからの保養地、療養地であり、遮るものもなく雄大な海岸線はかつて数々の文人、牧閣が訪れ、文豪の地として親しまれた。海岸線沿いは火火火、死が立つ。御所神社九十九里の古名は玉浦である。九十九里の地名の起源は、 石橋山の戦いに敗れ、暴走に逃れた源の頼朝が、家臣に明治大東岬から一里ごとに矢を立て、九十九本目で行武崎に達したという伝承から九十九里と言われるようになったとされ、中央とされる三武士蓮沼には、優し神社がある。またその古事にちなんで、矢指が、裏とも呼ばれる。まん丸や、優しが、裏の月の間。 源の頼朝歌川広重が、64州名所図へ数や差しが、裏津メイク十九里沿岸には、日本全体の40%に相当する八十、例に上る丸木船の湿度があり、九十九里浜は、カトリ海と共に危険な犬坊崎沖を通過を避けて、設定された四国、近畿地方から東北地方を結ぶ、水上交通の要衝であった。 北東側の下海上国像の領域には、古墳時代当時の海岸に面した高台に、石子塚古墳、北条塚古墳、御前鬼塚古墳などが築造され、その後人身の乱に敗れた大友美子のひじめんと地美めが父、藤原鎌足の小地鹿島を目指し上陸したが、病に倒れなくなったと言われ、捜査氏屋主には、姫の墓とされる大理塚古墳がある。また、 平安時代、明るいに敗れた政党大将軍紀子さが、新興寺を混流、正衣大将軍に任じられた、坂の上の田村マロは、江戸政党の途中松崎神社に参拝したと伝えられ、天行二年上平天行の乱に際しては、官庁総長が何わずから傾向している。なお、奈良時代東国巡舎の織行記が、 海難防止のため一部を建立したことに始まり、平安時代空海によって改修されたと伝わる、不動院長勝寺は、その後幾度かの改修を経て維持され続け、文化遺産として現存している。上り帝北樹が、数作十九里地引網大魚両生移しの図、有史以前には、海塚などの遺跡のほか、多数の丸木船の出土例があり古くから、水上交通を通した、 文化圏が形成されていたと見られている。なお、丸木船の出土地点は、現在の栗山川とその支流刈り手川流域の旧椿の海周辺の海抜4メートル前後の地点に集中しており、当時海岸であったことがわかる。五世紀前この地域は、千葉県中部から茨城県、埼玉県、東京都にかけての一帯を支配した大海上国とも言うべき、 勢力圏の一部であったが、6世紀に、紀内の大王の有力な外籍である和にの、一族武者国像が進出。大海上国は、上海上国の宮津こと、下海上国像に分割され、衰退したとする考えもある。文献資料によるものとして、聖史である、日本初期末期七景光天皇40年10月の、上和、日本穂高が、回路を取って、足裏を回り、 玉砲横切って、江戸の境に至った都市、茂原し本納めには音立花姫を祀る、吉住神社がある。また、俗に本語記、上和2年3月16日上の、物延ノベ捜査具枚の死守改正記事には、昔、物延ノ時代連、不を天朝にすずし、いでて、坂道を進むす。外科記法。この航訓にせきりて、下宇佐国に初めて、捜査軍を立て、となり、 日本穂高統制のほか物部氏も進出したとされ、小川大古墳群を、物部氏の奥都の城とする説もある。日本初期巻十八安官天皇元年四月一日上には、偉人三宅県上の記事があり、南側の泉郡市を中心とする地域に、三宅が設けられたが、九十九里浜南部の地域も三宅に含まれていたと、考えられている。 古墳時代が終わり仏教が導入されると、下宇佐国では、現在の創作市に大事が置かれた。創作市大事にある四尾寺には、カトリ海上流の流郭寺と共に、インバ馬沼の流伝説が伝えられ、古代の漢字があった地であることを物語る。また、奈良時代和佐国では、宝棄5年に、和佐助となった藤原黒丸が、現在の茂原市付近の薪を開発。 初期昭園も原荘が成立している。平安時代になると、坂の上の田村麻呂や紛野の渡麻呂による、江戸政党後は、昭治の子孫とされる、物延ノベ氏が、阿室に、熊井の志士、松上の三代にわたって、陳樹将軍に任せられ、この地は、道の区国への要衝であり、朝廷の江戸経営の拠点であった。また、官兵元年宇多天皇の直命により、 平螺をた物の組みされ親戚降下した平高持は正体元年に数佐助に任じられこの両県ともに数佐国に下校、武者軍の館を本拠とした。なお、当時の数佐国の国府は茂原市付近にあったとされる。奈良時代に藤原黒麻呂が開発した茂原荘は僧村の菅根等によって官平二年幸福時に寄進された。この功績のほか菅根は 左遷を監視するため三大しようとした歌上皇を、代理の門前で阻み、菅原道真太宰府左遷に果たした功績もあり、後に賛議に任じられ、苦行に劣するが雷に打たれて死に、道真のたたりと噂された。自称、樹栄の乱に際し、千田僧の両家藤原新生が、源の頼朝に加担した千葉市に敗れ、あと数佐広常は粛清され、九十九里浜沿いの各地においても、 千葉市一門の台頭を招くことになった。着流の仙田氏の漁師た仙田僧のほか、僧佐南城僧は千葉常種の弟、椎名種テに譲られ、子孫の椎名氏が代々自童を務めた。県庁年間には椎名氏の外護を受けた浄土州第三祖の吉田だが、ここを拠点に関東各地の教家を行った。南北朝の騒乱においては、 千田荘を本拠とした千田種貞は、重廷の貞田種と千葉氏の家督をかけて争うが、貞田種が降伏した直後に自身が病没し、宗家復帰はならなかった。このため宗家の地位を失った千田氏は、その後衰退していった。その後、京徳の乱で原種房に襲われた千葉種貞、種のり親子が千田荘に逃れるが、幕張高種に撃たれて、 千葉市総家の着流が滅亡した。種地家の弟種県の史実種と地種は、やわたそうに落ち延び、将軍、足利義政が派遣した、東上園の資源はあったが、足利重氏が敵対的な介入を図ったため、さらに武蔵国に逃れることとなり、下岬間は、かなわなかった。この時上縁に同行していた、酒井隆は、上縁の帰国には同行せず、後に、 土家城に入り、上佐さ堺氏の祖となった。井上忠た高記念公園、徳川家康の関東移法に伴い、九十九里浜沿岸には、木曽義政、星名正光、本田康都市、石川康道らが入部したが、木曽氏が改役されたほかは、関ヶ原の戦いの後、かぞ違法、幕府直轄地や旗本智之地となり大きな藩は、置かれなかった。 大阪冬の陣の前年の慶長18年、徳川家康の命により、江戸城と九十九里浜の中央を結ぶ、ほぼ一直線の道路が作られた。このルートは、大西奉還後、駒駒木の開墾、陸軍連兵場イコール現在の自衛大使もしず、駐屯地、暴走道水路東金ダムなどによって分断されたが、三部市小松からが、 千葉県道124号緑海東金線、船橋までは、千葉県道69号長沼船橋線として、現存している。江戸時代には、現在の白子町や大網白里市、九十九里町などの九十九里浜の南部の地域では、奇襲漁民の入植が盛んとなり、奇襲とのつながりと漁業による繁栄があり、九十九里浜といえば、地引き網による岩汁、教法の大金を教訓に、 青木昆陽らによる飢饉の際の休耕食物としての、サツマイモの試験栽培が、小石川植物園と下宇佐国千葉郡幕張村の、ほか、和佐国山部郡不動堂村でも行われ、天命の大飢饉では、多くの人々の命を救った。また、幕末の優れた受学者であった目黒自宅は、江戸から離れ、この地で多くの門人を教育している。明覚寺は、 徳川中期折中学派の西山寛会、長沼優太目黒寺、卓、藤代木園など、同時を基盤として、高毛儒学を講じていたほか、医薬を施して広くこの地方の文化に貢献し、その後も幾多の有能な人材を輩出したお寺となっている。井上忠隆がその幼少年期を同時住職の教育を受けて過ごしたとも言われている。延2年2月11日、 江戸時代の商人、測量家である、井上忠敬は、上佐国山部軍、小関村の名主、小関五郎左衛門家で生まれた。井上忠敬誕生を250周年の年に、九十九里町では、調整志向40周年にあたり、記念事業の一環として、聖火跡に銅像を建立、周囲約1600平方メートルの井上忠敬記念公園として整備している。 明治維新が近づくと、文久3年12月12日、九十九里一帯にて、老死体、親中組を名乗り、市民平等、貧民救済を旗印に、幕末維新の騒動が勃発する。小関新会に本拠地を置き、上位をスローガンに奉納、村役人層から、金銭、米、武器を挑発し、旧民に対する旧品活動を行っていた。飯岡漁港、 明治新後機械アグリアミが登場すると、遠浅な砂浜海岸であり、良好に恵まれず、漁業の盛んであった南部の地域では、加工を漁港として利用できるような大きな川はなく、漁船の大型化への対応が難しかった、九十九里浜の漁業は一時衰退した。沿岸にある三つの漁港のうち、北端にある飯岡漁港は、接するとはいえ、砂浜海岸の外にあり、栗山川漁港は、 川口部のラグーンを活用しているが、片海漁港は、アメリカ軍の降車砲射撃演習場の中止に伴う漁業保証金を基金として、砂浜海岸を掘り込んで1962年に開港したものである。そのため、農業や観光が産業の主体となり、東京都心からも高速バスなどによる交通の便が整っていることもあって、観光産業に力を入れられている。 また、一時衰退した漁業も観光資源として活用されている。海岸沿いには海水浴場が数多く整備され、夏は観光客で賑わう。保養地として国民宿舎をはじめ多くの宿泊施設やオートキャンプ場が並ぶ。近年ではマリンスポーツと仕事を両方楽しむサテライトオフィスの取り組みやオーガニックやカフェがブームになったため、 第一次産業をうまく活用したオシャレなレストランやカフェなどが多く進出している。大阪部三崎台東崎九十九里浜九十九里浜の位置釣りは先海岸の有形、吉崎海岸不動堂海岸砂浜海岸である九十九里浜の天然の砂浜は九十九里平野の東側に隣接する海色崖である屏部が浦等が侵食されて削り出された土砂が 潮流によって運ばれて堆積したものである。病部ヶ浦は、砂岩室の土壌の上に火山灰が堆積して、形成された、もろく崩れやすい地質で、こうした侵食によって、有史以降だけ見ても数キロメートルにわたって、交代してきたと推測されるが、昇波ブロックの設置後、その進行はほぼ停止した。反面、土砂の供給が途絶えたことにより、九十九里浜における堆積が失われ、 海岸侵食が深刻な問題となっている。用品対策として、特定等を設置し、土砂流出を少しでも抑えようとしているが、抜本的解決には至っていない。海岸沿いには、矢指が、うろみ水浴場をはじめ、木戸浜海水浴場、本須賀海水浴場、片海海水浴場、白里中央海水浴場、市宮海水浴場などの海水浴場が数多く、あり、 東京都心からのアクセスも良好で、夏は観光客で賑わう。保養地として国民宿舎をはじめ多くの宿泊施設やオートキャンプ場が並ぶ。釣り場も多く点在し、関東最大級の釣り堀である九十九里水釣りセンターのような施設もあるため、初心者から上級者まで釣りを楽しむことができる。波質が良好なため、サーファーの聖地としても有名で、 釣りが先海岸に代表するサーフスポットも数多く点在する。市宮町を中心にサーファー専門店が多く、マリンスポーツと仕事を両方楽しむべく、サテライトオフィスの取り組みが実施されている。サーフィンの国際大会なども行われており、近年では2020年東京オリンピックのサーフィン競技が管轄において釣りが先海岸が競技会場に認定された。 釣りが先海岸、海水浴場ではないが、サーフィンが盛んでシャワートイレ等も整備されている。2020年東京オリンピックのサーフィン、競技会場となる。海岸は、抗義の九十九里海岸であるが、競技ではさらに細分される。飯岡海岸ハース沼海岸、市松海岸一覧には、海水浴場のほか、サーフスポットも含める。飯岡行部三崎展望館光と、 風展望設備としてだけではなく、緊急時の避難所兼津波シェルターの役割を担っている。蓮沼海浜公園講義としては、千葉県立九十九里自然公園であるが、競技としての九十九里浜に隣接する公園一覧。白子温泉のホテル群温泉も多く湧き出ている。温泉街を形成している箇所は少なく、各ホテルなどで利用されている。 カンポの宿朝日代表的な周辺施設一覧。周辺には宿泊施設も数多く点在する代表的な宿泊施設一覧。海の駅九十九里代表的なアクセス方法一覧。公共交通機関高速道六十九里浜に近いインターチェンジとしての代表例。一般道路駐車場を九十九里海岸で行う主な祭事、祭事、イベント一覧。 九十九里浜一帯は、古くからの保養地、療養地であり、遮るものもなく雄大な海岸線にはかつて数々の文人、木閣が訪れ、犬坊崎同様、文豪の地として親しまれていた。日本の俳人、詩人、小説家として有名である、鈴木康文、高村光太郎、徳富呂花など、海岸沿いには、数多くの家火火、死が立つ。 鈴木康文捜査軍栄村堀川に生まれた、康文は九十九里浜を読んだ短歌を多数残している。高村光太郎光太郎の妻である千恵子の病に悩み、九十九里浜松林市内に住む実前斉藤説、夫妻の田村別荘に天地療養し、1934年5月から12月まで約8ヶ月病気療養していたことから死を残している。 徳富ろか舞台となった作品の中でも代表作品の一覧、発表順、ありがとうございます。